気ままな隊長の実況部屋。どうも隊長でございます。コールビューティーワールドダスワールドウォーフ2、やっていきたいスプレーターです。やっていきたいと思います。今回は PPSH41 にクイックドローグリップをつけてやっていきたいと思います。いきましょう。なんだっけ、何したんだっけ、空挺手段か、空挺手段に入ってるとね、サブマシンガンにこうデフォルトでサプレッサーがいつでもつけられるようになったり、取り外しが可能になるんですよ。なんで、ね、ちょっとね、最初ちょっと普通にノーマルでやって、後半ちょっとサプレッサーつけて遊んでみようかなと思います。よし、アシストかいな、思いますので、よろしくお願いいたします。やっていこう。早速向こう側に見てるな。さすがに届かないから逃げよう。 PPS めちゃくちゃ声裏返ったわくせに、めちゃくちゃびっくりしたんだけど、 PPSH はね、ちょっと使って、やばうわ、今殴れたなああいう場面で殴れる。ちょっとサプレッサーつけてやってみよう。おー、びっくり。あ、結構ブレづらくなるのかな。あ、結構 PPSH サプレッサーつけた方が強いのかな。だからみんなそうしてるのかな。ちょっと使いやすいかな、使いやすいかもしれない、使いやすいのかもしれない。うん、とりあえず、おい、当たってないのか。え、いる、いねえな。いたいたいた、来てる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 。一旦逃げて、どこ行った、いた、後ろだよん。よし、あ、これなかなか強いカスタムかもしれない。強カスタムだろこれ、結構な強カスタムだと思う。ほい、オッケー。あ、使いやす、なんだこれ化けるな、サプレッサーをつけるだけで PPSH が化けるんだけど。ほい、オッケー。あ、いた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 、めっちゃ叫んどるかな、いた、結構狙いやすくなる。うわーい、あぶらぶら、なんか変わる、何かが変わる、俺の中で何かが変わった。うわ、よいしょ、あれ今当たってない。あ、もしかしてあれって一発じゃない、結局パンチも、その可能性が今見えた。あんまり殴ってないから分かんないけど、 OK、 目標沈黙。銃剣とかつけてないとやっぱり一発じゃないお前お前やってくれたな。どこ行った、あいつ、いた、あばらば、あばらば、ちょっとリロードして、こっちが来そうだね、こっちが行ってみようか。いた、あ、結構届く。ロングレンジってほどロングでもないけど、結構なレンジでも対応できてる。なかなかな強カスタムじゃないですかこれは強いですよ。よし、一枚抜き、こっちから来ない、とりあえず投げといて、リロード、あ、いけない、あ、やばい、うわ、銃剣使うな、よく銃剣出るな、あそこで、ああいう時に銃剣が出せる人、本当に羨ましいと思う。あと2点差だけど、まだ勝てるよ、全然、よし、勝てる、そこか。ここか、やったか、あ、勝てる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 、頑張れ頑張れ、俺も頑張る、お前も頑張れ、あ、やばい、あと1、あと1、あと1枚、あと1枚、
どこにいる？三号内だ。あ、ナイス。ナイス。強いね。これ結構、弱体化も来るかもしれない。俺がやられとるやんけ。弱体化が来るかもしれないから、まだベータだしね、わかんないけど、製品版がどうなるかわからないけど、ベータの時点では PPSH にサプレッサーかなりのおすすめでした。ね、ちょっと使ってみてください、製品版でも皆さんもね。お、21-17、なかなかいいじゃないですか。ちょっと死にすぎだけど、ね、そんな感じです。では、次行きましょう。さて、今回はトグルアクション、セミオートショットガンですな。これに、ステディエイムと拡張マガジンつけてやっていきたいと思います。いきましょう。さあ、いくぞいくぞ。焼夷弾じゃないんだよね、俺使いづらいんだよね、焼夷弾。俺個人的にだからね、山岳部隊、嘘だ、山岳部隊にしてるんだけど、どうかなぁ。危ない。このショットガンね、至近距離でも2発必要だからね、結構ラピッドファイヤーが必需品かもしれないっていうのと、あと標準だと弾が6発しか入ってないから、やばい、危ない。弾が6発しか入ってないから、歩兵部隊にして3つにするか、エイム腰打ちなしのエイムにするかみたいな、そういう運用の仕方が一番いいのかなと思いますけど、どうなんでしょうか。やられてる、やられてる、やった。なんで、ね、落ちててよかった。百式機関銃、機関単銃だ。よいしょ、残念。あ、いった。当たんないな。よいしょ、あ。あの距離で3発は良かったけど、横にいるとは思わなかった。寝てる。よいしょ、3枚目いるな。上にもいるか。警察機飛行開始。よいしょ。うまいんじゃない今のは。よいしょ、2枚目。よいしょ、危ない。はい、偵察機オンライン。負けたか。はい、ということで、ね、19-11です。結構いいスコアじゃないですかね。そんな感じで、一旦終わりにしたいと思います。最後にね、僕のチャンネル登録ぜひお願いします。あと、ツイッターとかもやっておりますので、そちらもぜひフォローもお願いします。概要欄にリンクあります。そんな感じで、また次回、よかったらお会いいたしましょう。今回はお会いいたします。それでは、バイバイ。よし、偵察機。偵察機が索敵を行う。救援物資の投下地点を示せ。よし、救援物資。これこのままあと3な、どのくらいすればいいかな。いけるんじゃないのかな。救援物資を投下。投下地点を守れ全体。いけそうだけどな。よし、あとワンキル、これ投げとくか。はい、あ、アシスト入るんじゃないの。横、よし来た。やっぱり来た。連続砲撃来たよ。やった、初めて出した8の0。
よし、行け行け行け。あれ、意外とキルしてくれてない。終わった？はい、ゼロキルで終わりました。じゃあ、まあこのまま何キルいけるかやってみようか。すぐ終わったよ。チャンネル登録やコメントお待ちしております。また公式サイトやツイッターもよろしくお願いします。ではバイバイ。